トマーシュ、バンチュラ、チェコ語、トマーシュ・バンクラ、1996年9月10日体は、チェコのズリーン・シューバ・ラシス系メジルジーチー出身のスキージャンプ選手である。ノルディック複合選手として、競技をはじめ、2010年から2012年は、アルペンカップ大会に、コンチネンタルカップ14分の2013の2大会に出場し、 ノルディックスキーアルペンスキー協会大会2011及びノルディックスキージュニア世界選手権大会の2013年大会2015年大会まではノルディック複合選手として出場したが優勝することは叶なわなかった2015年2月21日にヒンターチャルテンで FIS カップに初出場し40位さらに2015年夏のフィラッハでの FIS カップでは これまでで最高の4位となる。また、8月のビスワ大会でコンチネンタルカップに初出場。初出場にして上位10位圏内の7位となった。8月29日にチェコのフレンシュタード・ポトラドシチェム大会で3位となり、ジャンプコンチネンタルカップでは初の表彰台に上がった。またグランプリにも初出場。2015年9月5日、6日に、 チャイコフスキーで開かれたグランプリにエントリーしたが36位、46位で終わり得点できなかった。2016年1月9日、10日のガルミッシュパルテンキルヒエン大会では9位と3位を獲得。これによりバドミッテルンドルーフで開催されるスキーフライング世界選手権2016のチェコ代表チームに名を連ねることとなった。世界選手権では 個人で23位、団体では6位であった。その後すぐに移動し、2016年1月22日に札幌開催のコンチネンタルカップでは初勝利を挙げ、1週間後には札幌でワールドカップにもデビューし、初日は37位、2日目は28位で初のワールドカップポイントを獲得した。2月にルシュノフで開催された。 ノルディックスキージュニア世界選手権2016では、個人ノーマルヒルで10位以内の7位、男子団体ノーマルヒルは6位と混合団体で5位を獲得した。グランプリ2016では4度のトップ10入りがあり、チャイコフスキーでは、グランプリでは、自身初の表彰台となる2位を獲得、総合順位は12位となった。ありがとうございます。